NHK をぶっ壊す。あのね、逆に言うとあなたは何ができるんですか、うん、であなたが訴えることによってね止まるっていうことを思わないですか。逆にそのやろうとしてる人の仕事が止まるみたいなことを考えたことないですか。いやいや、児童相談所だけじゃなくて僕自身もそうですけど、はい、あなたが誰かに訴えることによってその人の仕事が止まるみたいなことを考えたことないですか。え、でもこれそんな誰かがでも声はしないと前進まないじゃないですか。うん、別に悪いと思ってるんですよ。止まると思ったことはないですか。あなたが警察に電話をしたら警察の仕事があなたの対応にために止まるとか。警察に電話するのはそういうあの別に何もないような相談ではなく何かあったときしかしないですね。え、だからあなたの今問題定義っていうのはあのねやっぱりこれ専門家が考えているんですよ。本当に一生懸命だから警察の手を止めるような暇つぶしで電話なんかしないですし、事件が起きてこういうことがありました言うて、親あの子供がこう泣きついてきてどうしましょう言うて、そういう相談室は私がしないような警察がもうすぐ動くような案件しかしないですよ、うん、だってじゃあ僕にこれ電話をくれてね、はい、僕全く児童相談所のことについて調べてないと思ってるんですか。まずあ、それはもうさっきからお話伺ってて、めちゃくちゃやってるんですよ実は。多分もうなんかものすごい詳しいから、やってるからこそね、はい、児童相談所の方々が困るような動きはやめていただきたいなっていうのが僕正直なお願いなんですよ。だからただ私は児童相談所の方に電話入れたりは一切してないです。いやいや、あなたのその思いが負担になるんですよ。いやでもあの私の娘の友達がしょっちゅう児童相談所に相談に行ってるんですよ。もう親から逃げたい逃げたい言って、そんな現実を見て私児童相談所の方の味方にはなれません。でも親から逃げたいと子供さんは言ってるけども、はい、親のところに帰りなさいと児童相談所の職員は判断してるわけでしょ。だからいやいや帰ってまた来ますよ。だから何回も何回も。それは専門家の判断ではないんですか、その子供さんは。だから専門家の判断で納得してれば子供はもう家で収まってるはずじゃないですか。でも何でもまた来るんですか。だから子供は構ってほしいから来るんじゃないんですか。だからほんと親が言ってたら親が構ってくれるじゃないですか。親にも構ってもらえないためにしたら。ちなみにその人の親とあなたは話してないんですか、そのお嬢さんの親とは。で、なんていう話にならないんでしょう。それはあなたに問題があるとは思わないんですか。はい、あなた自身に自分に問題があるとは思わないんですか。あなた自身が全然関係のない、はい、子供の友達とその親でしょう。で、そこと児童相談所が話をして納得していることをね、はい、あなた一人が問題だ。だから、その子供と親と児童相談所の三者が話をしていてね、はい、あなたはその被害に遭ってるってお子さんの話だけを聞いてるわけですよね。警察と市役所の職員さんからもうち言われた。でもそれはあの第三者だから介入できませんよって言われてるんでしょ。児童相談所よね。でも市役所の方とか警察は、うん、あの私が入ってるの分かってるから一応そうあの、まあ、連絡はつまんない。なんか回答があるんですか、警察や児童相談あの市役所の人は。だからもうあの本人が、まあ、自分の本人で意思で動いてるのをもう確認してるんで、市役所の方も警察の方も、はい、でまあ親があのいわゆる児童扶養手当の不正受給やってたりとか、まあ、いろんな問題が他にもあるんで、そんなんもまあ私、まあ、前から知ってる子なんで、まあ、そういうのも聞きに来たりとかも、まあ、いろいろそんな絡みがあって、警察の方も、まあ、連絡は来ます。うん、あのちょっとそういうことじゃなくて、だからその子供さんを保護するか保護しないかでしょ。要は親元から話すかどうかっていうことについて。今はもうその子はもう15歳なんで、うん、いざとなったら逃げてこれる年齢なんで、今までと違って、ただもうその子がもう3年4年もう3年越しでそういうことを繰り返してきて、まあ、今に至るもう家帰ったり来たりの、まあ、まあでもまあ大きくなって家に帰ったり来たりってどこと行ったり来たりしてるんですか。家とどこ行ってるんですか。え、児童相談所では一時保護のあれは受けてるんですか。ないです。だから一旦泊まったりはしてますよ。あの児童相談所で一泊したりはしてるっていうこと。そうです。あ、ということはそれは適切な保護をしてるじゃないですか。で、まあ、まだでもまた追い返されて、また出てきて、また泊まったり。だからそれが適切な判断ではないんですか。だ
からうちの娘の友達の場合はそれで命がちゃんと保たれてるからいいけど、まだ小さい子供やったら実際殺されてる場合があるんで、だから小さい子供だったらどうするのかっていうことを適切に判断をしてるのではないんですか、その児童相談所の人は。はい、やったら殺されてないですよ。でもじゃああなたが見ているところは殺されてないんでしょ。ですけど、あのあくまでも先生の責任ではないです。やっぱそういう先生の責任だとは言ってません。ただ児童相談所の方がちゃんとその対応してくれてれば、子供も、ちっちゃい子供も死ぬこともなかったのにと、ただその思いだけです。うん、だからそれは適切に対応する、全部 100% 対応できないことはちゃんと理解しておいてくださいねって言ってるんですよ。あなたが言うように全部子供の言うことを聞いてたら、もう子供の人権、親権全部、あの、子供が親から離れたいって言ったら全部取らなきゃいけないでしょ。預かって親の元に返さなかったら命は守れますやんか。とりあえず命なかったら前進まへんし、とりあえず虐待の可能性は体の傷があって分かりながら家へ帰してるとか、もうそういうのが現実あるんで、もう本当それで殺されてますやんか。うん、でもそれは、相当あなたの偏った意見だと思いますよ。でも実際亡くなってますやん。いやだから亡くなることはありますよ。でも児童相談所に関わった時には一人でも殺したらダメですやん。いやそれはそうとは言えないと思いますよ。せっかく児童相談所の方が加入しているのに、それは病気とか事故とかで亡くなるのはもうしょうがないけど、それ多分あなたの考えはそうかもしれませんが、あなたがそれ凝り固まった考えだからそういう考えが正しいと思うんでしょうけども、だからそう思う方が入った限りは一旦保護して、それで命をまず守ることを優先にしてあげればいいじゃないですか。だからあなたの考えっていうのはあなたの考えでいいんですが、あなたの考え違って、少なくとも僕は違うのでね、ごめんなさい、僕は違うと申し上げてるので、あなたの考えには同調できないと今申し上げてるのでね。私は児童相談所の方にやっぱり相談に行ってた小さい子、子供を物も言えない小さい子供をとりあえず保護する。これでまず子供の命を守ることを優先にしてあげるのが。だからあなたがそう思うのは自由ですって言ってるんですよ。はい。でも少なくとも私はそうは思いませんのでね。というか、先生は、これは人間経営の、まあ、改革が中心っていうのはわかるんですが、その通りですよ。あなたが今言った通り、その通りですよ。現場を見ずに、ちょ、ごめんなさい。あのね、現場を見ずに外野でガタガタ言うのは自由だけども、あなたがそういうことによって、児童相談所で働きたいという職員の数がどんどん減ると余計に子供が死ぬんですよ。でもそんなことないですよ。児童相談所にわざわざ今警察も関与できて法律も変わってんのに、児童相談所の保育職員を増やすような改革していただきたいというのと、とりあえず子供の命を救わないと、人間権利の改革も大事ですけど、子供の命を救わないと。だから子供の命を救うこととね、あのごめんなさいね、あなたがそこまで思うんだったら自分で今から勉強して政治家目指されたらいいんじゃないですか。別に足に不自由抱えてても選挙はできますよ。もうなんか切られてしまった。まあ、電池が切れたのかも分かりませんけども、あのなぜ僕は、この今途中で撮影を始めたんですけどね、児童虐待のことについて非常に僕は実は勉強させていただいているつもりです。児童相談所にも足を運んだこともあります。で、自分が子どもの頃に親がいなかったので栄養失調になって倒れたりした経験があるので、姉からの虐待も受けていましたし、いわゆるネグレクトをその親から放置された状態で、タイガーマスクですね、子どもの頃タイガーマスクを見て、子供ちびっこハウスとかそういうのを見ててですね、まあ僕は施設のこととか児童相談所のことについては相当知識がある方だと思ってるんですね。で、そんな中で子供を殺すな、子供を守れ、こんなの当たり前のことなんですよ。で、でも一方で、どこまで国がね、
各親子に介入できるのかっていうのは、これ相当大きな問題で、その子供って全部完全に安全に守られて成長するのがいいのかっていうと、そうは思わないんですよ。やっぱり親からのある程度のストレスっていうのも生きていくためには必要なものであるし、そのもちろん殺されるとか虐待をされてですね、心に傷を負うのはダメだろうっていうのはあるんですけども、それをね、子供が不満を言うからって言って児童相談所で全部受け止めているとですね、これ税金いくらあっても足りないっていうのと、そもそもの親子間、子供もその親から、その自分が生まれた親からの教育を受けないっていうことにも問題があると思ってるんですね。で、このように児童相談所の対応が悪いとか、まあ我々政治家が悪いみたいな感じでガン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 言われるとですね、子供が死ぬたびに児童相談所の対応どうだったんだって言われると、これ確か児童福祉士っていうあの資格がいると思うんですけどね、これ本当に誰もやる人いなくなるんですよ。途中で僕電話でも言いましたけど、電話の途中も言いましたけど、子供を虐待する親っていうのは、もうこんなのは理屈でいくら説明してもダメだよ、俺むちゃくちゃ言ってきますよ。もう俺の子供返せ、私の子供返せっつって、もう児童相談所の職員、いわゆるその福祉士に対して、まあ暴言を吐くはむちゃくちゃしてきます。時には裁判をして子供を返せと言ってくる親もいるんですよね。でもう本当にむちゃくちゃで、そのむちゃくちゃの親が相当増えてるわけですよ。まあ大人に習ってないのに、なんかいわゆるセックスをして子供ができてっていう人も大勢いてですね、確かに社会問題なんですよ。でそれをその全てそのこちら行政ですね、国の方で解決しようとすれば予算もかかります。で予算だけで済むんだったらそれはいいんですよ。でもなり手がいなくなるんですよ。実際なり手いないです。この東京23区もですね、東京都が今まで施設を持ってたんですね、ところが各区がですね、自分たちのところで、児童施設ですね、まあ児相っていうんですけど、児童相談所っていうのを作るっていうことを言い出したんですけども、例えば港区などは作る場所がね、こういうとこ作るなみたいなことを言う住民もいたりして、もちろんその各区で児童相談所を作っていこうとなれば、この福祉士ですね、その資格持ってる人を集めるのがですね、大変なんですよ。もちろんその資格持ってるだけでは実務として対応できないですよね。だから本当に親にいじめられて虐待をされて心に傷を負ってる子供っていうのは、これ相当経験がないと、まあ、ケアできないとか対応できないとか、そもそも対応 100% の対応が絶対できないのでね。だからこれはこれだけをやる専門の政治家とかがいないといけないぐらいの案件だと思ってるんですよ。だから僕はあれもしたいこれもしたいっていうのはありますよ。でもできないことを約束したくないんですよ。だから NHK のスクランブル放送をやるんだと、そしてやったらもう政治家辞めるんだということを日頃皆さんにご約束っていうか訴えさせていただいています。政治家っていうのは皆さんの代理で政治をしているわけであってね、やっぱり不平不満があるんだったら自分が政治家になってやるべきだって僕は思っています。で、その僕は一番のその何だろう、手本かなと思ってますよ。高校も大学も出てないし、お金もない状態からね、ここまで来てるわけですよ。ですから思いが強ければ僕はできると思います。だから、まあ、今回の今電話くれた方に関してはですね、そのもう子供の命だけ見てるんですよ。でそれは親母親でしょうから分からなくはないんですけど、やっぱりその毎日交通事故で人が死ぬ、交通事故で人が死ぬ、じゃあ車をやめようかってならないじゃないですか。で僕はね、それとやっぱりどうしても一緒に考えてしまうんですよね。効率的なものを、完全に虐待を止めようとしたら、子供がちょっとでも不満を言えば全部国がね召し上げると、親から親権をね、そうすると今度親がまた怒ってきますよね。子供を育てる権利を奪うなみたいなことになってくるわけで、あ、これはね僕ね 100% の解決方法はないと思ってます。まあいずれにしてもですね、途中で電話切れちゃいましたけども、そんな考えでやっております。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。ちょっと待って、一回も言ってないです。どうぞ。はい、YouTube でですね、児童虐待の問題やったのを見たんですけれども、児童相談所が人の相手にしないとか言ってもあれ怪しいんですよね。児童相談所っていうのはちょっと何かやるとすぐ子供を連れてくるんですよ。市というんですけれども、なぜそうするかっていうと、児童相談所は子供を一人連れてくとですね、まさにこれは既得権益なんです。1ヶ月に35万円の保護単価っていうのが当たることになるんです。それでつまり子供を連れていくと金が当たるんです。だからそれは、だから児童相談所はわずかな事案で子供を連れてくる、そして子供を要するに家族から引き剥がすんです。そしてですね、年間に何人
子供を連れて行かないかいけないかっていうノルマがあるんですか、ナチノルマ、そのノルマでですね仕事してるんです。全く僕の聞いてるとか僕が調べた状態とは違います。そんな児童相談所の人たちって僕が聞いてる情報とは違うので申し訳ないですけど、僕は船橋の市議会議員をしてて、船橋は児童相談所を作るかどうかについてすごく議論してる市で、僕も実際に現場にも何度も行きましたし、僕の前4つぐらい前の彼女が児童相談所に子供連れて行かれたっていう案件も知ってて、でその件に関しては死ぬほど電話もかかってきます。児童相談所の人は僕は概ね頑張ってると思うので、僕はそう思うので、あなたがどう思うのかは自由です。でも人の子供を預かるなんていうのはとんでもないことなんですよ。親にいじめられて虐待された人を預かる、僕も親にいじめられたっていうか、だから僕なんかも本当は児童相談所行きたかったんですけどね、でも行けなかったんで、そのあなたがどう思うかご自由ですよ。私が思うというより今国連がですね、いやだからあなたが思うか国連がどう思うか僕に言うのは間違いですよ。僕あれだけ言ってるじゃないですか、児童相談所の職員って一生懸命仕事してるんですよ、はい、だからそれを否定されるようなことを言う方は僕とは合わないですよ、少なくともね。国連が児童相談所の人権侵害について勧告してることはどういうふうに考えるんですか、だからそれ勧告してるのは勝手にやっとけ、ボケ、これは過数ですよ。はい、だって本当にしんどいんだって。児童相談所で働いてる人たちの声を聞いたらやりたい人がいないの。いやそうですよ、やりたい人がいない、やりたい人がいない中でやってる人が困るようなことを言うやつは僕はどっか行けと思ってるの。だからどっか行ってよ、悪いけど。はい、じゃあ児童相談所の問題、だからどっか行ってよ、話が合わないんだから取り上げないって。はい、結構です、もうどっか行ってください。はい、山本太郎さんが取り上げるって言ってます。ああ、よかった。こんなんですよ、票が欲しいんでしょ、知らないけど。いや、そうじゃないです。だったらもう山本太郎さんの時で喋りゃいいじゃん、もう合わないんだから喋るのやめよ。いや、そっちまで。だから合わないのに意見交換するのやめましょうよ、もったいないから、時間が。家に帰れよ、ハゲ。うん、そうなるの、喧嘩なるの。山本太郎さんが聞いてくれるんだったら山本太郎さんに行きゃいいじゃん。あのね、本当に児童相談所の人たちってやってるの。既得権益ですよ、あれ。だから既得権益かどうか知らないけど現場の人やってるの。帰れよ、帰ってくれよ、もう頼むから。だからやってる人のことを悪口言わないでほしいの、僕は。現場を見てるから。あなたこそ児童相談所で働いてみたら。じゃあ子供のキャッチボール頑張れ。もうさ、嫌がられてる以上は帰ってくれないかな、迷惑だから。帰ってくれないですか、だったら迷惑だから帰ってくれませんか。立花さんはじゃあ児童相談所の既得権益を支持するっていうことですね。既得権益かどうか知りません、とにかく帰ってください、迷惑だから。いやいや、迷惑だっていうか、とにかく児童相談所を支持するっていうことですね、はい、知りません。あなたのことは嫌いなんで帰ってください。児童相談所の誰か追い出すね。ちょっともうとにかく帰ってよ、もっちゃん。帰ってお願いやから、あなたがここで素直に立ち去らないから、あなたの言ってることに真実性がないんですよ。国連も言ってますよ。いや、だから話が合わないところでしつこく残ってるから、自分でやればいいじゃん。じゃあ政治家として不快に思ってるのに、そこにあなたがいることがあなた自身がおかしいってなるのよ。こういうことに関しては僕は本当に頑張ってる公務員がいることについてよく知ってるから腹が立つんですよ。拉致してるだけです。拉致してるらしいです、あの人が言う。ここに関してはね、本当に僕は NHK 問題しかほとんどやらないんですけど、僕は子供の頃に親がいなくて栄養出張にもなってっていうのがあるので、その児童相談所のことについてはむちゃくちゃ勉強してるんです、一応。それで児童相談所の人たちが人が子供が死んだりして責められてるところを見るとね、もっと人がいなくなって、本来保護してないと親に殺されるような虐待される子がいっぱいいるのに、だからそこはね、ああいうこと言われるとさすがに僕もちょっとお前がやれっていう話ですよね。やりたがらないんですよね。まあ、うん、ちょっとごめんなさい。はい、他あります。どうぞ。